坂井信和は PC ゲームブランド、みのりのプロデューサー。略称は NBKZ。2007年4月現在、株式会社みのりの代表取締役である。大阪府出身。室蘭工業大学大学院、応用科学専攻修士課程修了。みのりのプロデューサーとして、同ブランドのゲームで、原作、監督、監修や、 テーマソングの作詞等を務めているほか、タイプムーンのフェイト・ステイナイトでは背景に名を連ねている。コミックマーケット等の美少女ゲーム関係イベントや、新作発売前の反則活動でユーザーを対象としてトークを開き、ジブランドの内情や業界批評を話すことで一部に有名。室蘭工業大学大学院を修了後にソフトバンクへ入社し、 雑誌の編集者として活動する。その後はフリーライターとしてコンピュータ関連の雑誌記事、書籍を執筆する。1999年に漫画図 .com へウェブサイト編集者として入社。2000年に編集部から制作部へ移動し、実りブランドの立ち上げに携わる。2007年3月に行われたコミックスウェーブのマネジメントバイアウトにより、 株式会社みのりの代表取締役に就任し、現在に至る。ABCDEFG 酒井信和、アダルト美少女ゲームにおけるブランド戦略のメリット、デメリット、CD ロムファン、第95号、株式会社毎日コミュニケーションズ、2001年10月、70から71ページ。平均年収は300万円以下。衰退化が止まらない美少女ゲーム業界の現状。 ビジネスジャーナル。P1-2013 年6月22日閲覧。AB コミックスウェーブ会社分割のお知らせ。株式会社コミックスウェーブ。 https://web.archive.org/web/20110129021642/http://www.comixwave.com/2013 <ッ><ッ>年1月2日閲覧。ありがとうございます。